朝倉に来るの、朝倉に来るの、朝倉に来るの。皆様ごきげんよう。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ちょっとメイン級の企画やっていこうかなと思いまして、俺の LINE に入ってる有名 YouTuber に友達ができない相談をしてみようかなとガチでカジサックさんが、あ、いいね。いや、撮影してそうだな。忙しそうな気がするね。だってチャンネルめっちゃやってるでしょ、うん、収録投稿で4本か5本やってるじゃん。まずまず忙しいと思うけどね。もう一回行ってみる、様子だけ。行っちゃうじゃん。電話とかしたことないけど行っちゃうかじゃん初電話。ちょっと失礼な感じですけどね、まあ、企画なんでしょうがないか。うん、あ、もしもし、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。あ、今です電話大丈夫でした？はい、忙しいですよね。今ですか？はい、今僕は熊本にいるんですよ。あ、そうなんですか？はい、どうされました？いや、ちょっとなんか相談したいなと思ったんですけど、忙しいようだったらちょっとやめようかなと思って、はいはいはい、何ですか？めちゃくちゃ気になるじゃないですかいや、ちょっと友達ができないっていう相談をしたくて。はい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 、はい、それだけなんですけど。友達？はい、友達ができない相談。いや、まあ、友達ができなくて僕。はい、なんか最近動画でもなんかおっしゃってたりしましたよね。いや、そうなんです。え、言ってましたっけ？とりあえず友達というか、はい、東京に来てから友達が一人もできたことなくて。はいはい。いや、どうしたら友達できるんだろうかっていう相談なんですけど。どうしたら友達、え、ちょっと できるでしょう、友達。いや、できないんですよね。ほんまですか？はい。てか、まず僕友達になってください。いや、それはちょっと厳しいですね。いや、その友達みたいな感じではないじゃないですか。だって友達みたいな感じ、あ、その年齢的にもってことですか？いや、そういうことじゃなくて、その YouTuber としてなんか出会ってるんで、はいはい、リスペクトがあるんですよ。いや、それはもうお互いですよ、はい、それは。そうそう、そう、なんで、友達にはやっぱなれないんじゃないかなっていう。マジっすか？はい、あれっすよ、友達って言ったらもう週4ぐらい会わないといけないですよ。そう、親友じゃないですか？そうそう、あ、そう、親友っすね。親友ができないっていう話なんですよね。なるほど、親友を作りたいってことですか？そうです、そうです。あと僕もいないっすよねあ、いないっすか？親友ってなってくると。あ、一人もいないっすか？要は一人ぐらいしかいないっすね、親友。あ、友達と親友の違いって何でしょうね。それなかなかのあれですね、親友と友達の違い。本当に困った時に助けてくれないじゃないですかね。ミクロさんの周りのチームスタッフともみんな親友じゃないですか？いや、そうなんですよね。そういうなんか親友に近い友達が欲しいなと思ってるんですけど、できないっていう、まあ、相談だったんですけど、ちょっと忙しそうなんで、はい、すいません、なんかありがとうございました。なんかすいません、いきなり電話なんかしちゃって。とんでもないです、びっくりしました。急にミクロさん珍しいじゃないですか、はい、いや、そうなんですよ。でも全然、もしあれだったら僕親友立候補しますんで。いや、それは大丈夫です。そういえば皆様ごきげんよう今日はカジサックさんとコラボさせていただくということで、ありがとうございます。ありがとうございます、よろしくお願いします。すいません、カジサックです、はじめまして。いや、ありがたい話でございます。コラボできるっていうのは本当に嬉しいでございますよちょっと待ってください、みぐるさん、ちょっと待ってください。さっき僕のチャンネルで仲良くなりましたよなんでこんな距離感生まれるんですか？ちょっとわざとらしいな何がわざとらしい？また一から話したんじゃないですかさっき散々仲良く喋ったんですよ、さっき。まあ、そうですね、確かに。そうですよ、はい、僕もずっとみくるさんのチャンネル見させていただいてますから本当ですか？ほんまです、ほんまです何なんすか？ほんまって何ですの？もう大好きだもんね。本当っすか？好きになっちゃって。めちゃくちゃ嬉しい、本当に。こんな面白い人いる？いやいやいや、ごまんでます。なかなかいないでしょ。うん、でしょ？あ、もっとください。本当に。ちょっとください。ちっちゃい顔言ってるような。いや、言うでしょ。だって、ミクルさんも格闘技やってますから、そうやって他の人たちにね、はい、格闘技に関係ない人たちからしても、強いですね、強いですね、めちゃくちゃ強いですねって嬉しいでしょ？なんで？どこで距離感が生まれたの？しっかり突っ込んでくれる。そう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 。いや、そう、突っ込みたくなるようなことするんですよ。サボれる、こっちも。うん、サボれるじゃない。本当にお笑いが好きなんですよ。俺分かった、大体ミクロさんのことが本当に。はい、本当ですか？分かってます。大体分かってます。何聞かれても答えられますよ、見るて。じゃあ次僕は何て言うと思います。次のセーフですか？はい。朝倉未来さん、30歳のお誕生日おめでとうございます。すごい文化じゃないですか。いやー、おめでたい。
森さん30歳ということなんですけども、まあ、僕個人的には一ファンとして、今もなお現役バリバリで格闘技をされていることが本当に嬉しく思っております。そしてこれからもね、もう本当に一ファンとしてね、これからはもう日本はもちろん世界にも羽ばたいていっていただきたいなと、できる限り長く格闘技人生長くしていただきたいなと個人的に思っております。みくるさん、素敵な30歳1年にしてください。そしてみくるさん、こうやってねお祝いメッセージを送る、送られる、これってもう友達ですね。みくるさん、ご飯のお誘い待ってます。